次の PV 集いかがでしたでしょうか。ただいまアンコールプレイの準備をしております。このアンコールプレイは今放映されたさまざまな作品の中から皆さんがもう一度見たいと思った作品を特設サイトへアクセスしていただき、そこから投票をしていただきます。その中で一番支持を得た作品をアンコール放映していこうというものなんです。ただいま皆さんからの投票数集計をしておりますが、今回残念ながら投票に間に合わなかったという方、支援の待機列でお配りをしております。こちらの BS ビーターリーフレット、この中には特設サイトへのアクセス方法や投票の方法など記載されておりますからね、ぜひ次回の放映の際にはあなたも投票に参加をしてみてください。さあ、そして、この特設サイトではこのプレイウォールに表示されるアバター形式のメッセージの投稿などなど、いろんなコンテンツで皆様お待ちしておりますから、ぜひアクセスしてこのソニーコンピューターエンターテインメントブース隅々まで遊び尽くしてください。さあ、そうこうしている間に今回のアンコール作品決定したようです。では早速見てまいりましょう。 Here's your アンコールプレイ、 Let's check it out。リックという剥がすゲームになっております。1から10までの数字を順番に右上から0へと探していってください。この前右上から2人、右を動かすと見えますので、下の台を動かして自分が次に巡りたい数字を前に持ってください。はい、これです。自分の真ん中に数字を持ってこないとめくれないので、気をつけて取ってください。初め自分の前に持ってくることが難しいと思うので、皆様とても上手にやってやって素晴らしいと思います。早いです。ありがとうございます。終わりましたらまた初めの方にビタを持ってきてください。終わります。ありがとうございます。次へ進もう、大丈夫です。ビタの後ろを指の腹で強く上げると、より高度が高く上がりますので、ちょっとどんどん高く上げていってください。表の面を使うことは皆さん多分あったと思うんですけれども、今回は1から10倍にしていってください。まで使ってゲームをプレイしてください。皆さんとても早いですね。ありがとうございます。順調に終わっていただきました。ありがとうございます。では以上でデルカズパークの体験が終了になります。続いて今君ならしたことをぜひこのゲームの方でも使ってみてください。ではお時間ありがとうございました。続いてお楽しみください。次回ボタンを押してください。じゃあ皆様ラウンジ残りのこのゲームは皆さんこんにちは。そして要は最大1時間まで使っております。本日は本日中いつでも可能ですが、このイベント自体の終了の時間もございます。次へ進もうタッチしてください。ここですね。はい、今度はフリックという剥がすゲームになっております。1から10までの数字を順番にペロリとめくって果たしていってください。自分の前に数字が来ないとめくれませんので気をつけてください。次にめくるものだけめくれてますので、ちょっとそれを目印に前に持っていってください。すごく早い方がいらっしゃいますが、下を回していただきまして、次が2番です。あ、うまい、うまい、終わりました。すごくうまいですね。お姉さんもすごく上手いです。皆さん早くてちょっとあれですね。ではまた初めの方に戻してもらってもらっていいですか。ございます。取ってもらっていいですか。あ、はい、お願いします。ゲス様、こちらでお願いします。イエイ、イエイ、イエイ、はい、
あ、イエイ、はい。あ、動画です。あ、動画、皆様大丈夫かな。大丈夫、次へ進もうと。あ、大丈夫です。よろしいでしょうか。次へ進む、はい、次へ進むですね、はい。今度はバックタッチという機能になっているのですが、表面に表して裏をタッチしてもらいます。この裏をこうタッチすることによって、そうです、ボールが出てきてますので、1から順番に数字を消していってください。触れる面が大きくなるとより高くボールが飛びますので、強めに押してください。ポンポンと。あ、なるほど、はい、首の腹の部分でしっかり押していただくことになります。強いと、こういう感じですね。皆さんすごく皆さん上手で、皆さんもすぐクリアですかね。ありがとうございます。あ、クリアおめでとうございます。ありがとうございます。いい感じですね。皆様すごいゲーム慣れてらっしゃいますね。1番から Not too shabby. Thank you. What do you think? Is it good? Thumbs up? Oh yeah. Thumbs up. Yay. ではですね、こちら